ッドカップ K2 女子 SL、うん、1本目シーズン1でいこう。ゼッケン1番石丸、母ちゃん50秒じゃないの女子は。1本目もやってん男子の時。ゼッケン2番、石丸選手の仮タイム49秒26、現在1位。ビブ3、現在2。ビブ3番丸山選手、札幌市立ハッサム中学校スタート。丸山、女子丸山。早いぞ、ほら。おお、ね。伊藤選手、南ポロ、町立南ポロ中学校スタート。ビブ4番、伊藤。はいかい、出だしね。左足外足しっかり乗ること。上からしっかり回ってくるんだよ。で、緩斜面の入り、前のちょっと最後のヘアピンの後ね、形はなってきつい、一番きついかって気をつけること。で、注意しなきゃいけないのは、緩斜面終わってゴール前ちょっとシャドウついて、スルーゲートあって、その後、オープン最後、ロッキーも続いてるけど、ほんと細かいから、リズム早く早く早くよ。ビブ5番、エンド。最後左のストップつけよ、しっかりと。ノアも体回さすぎないよね、頑張ってこい。ビブ6、ビブ5番遠藤選手の仮タイム50秒11、現在3位。ビブ6番末川選手、タバコジストリームレーシングスタート。ビブ7番石川選手の仮タイム50秒90、現在4位。
ビブ8。ビブ8番、石栗。石川選手は途中棄権の模様です。叫びもしなかった。女子なんてスイッチバックしただけで30倍には入れんだからポイントつくんだよ。ビブ9番、ビブ10番、竹内選手、日高中学校スビブ11番寺島。ゼッケン12番前田選手、前田アルペンスキー少年団スタート。ビブ11番寺島選手の仮タイム51秒74、現在7位。13番平地さえ子。力入れんなって危ねえ。このビブ14番加藤選手、加藤 SS スタート。ビブ13番平地選手の仮タイム51秒82、現在9位。ビブ15番、角
選手、立川名園中学校スタート。あので気をつけるところは、まあ、中間からよれてきたときの、ね、動き止まらないようにすることと、最後の関心の状態のスルーから細くなる、ね、まあ、全体的に滑った後は水は避けないけど、男子は薄かったな。急斜面一定の左足外側縦に関心を早くと最初に左足を切ってくると、特にステップですね。最後ちょっと緩斜面から落ち込んで左のスルーゲートあってからで最後6キモンぐらい細かくなって溝もついてるから体遅れないようにして